トンネルズは石橋貴明と木梨憲武からなる日本のお笑いコンビです。西のダウンタウン、東のトンネルズとも言われるほど全国的に抜群の知名度を誇っており、お笑い芸人の枠にとらわれない活躍もあって数々の伝説を作っていったトンネルズ。そんなトンネルズの成功の秘訣はこの3つ。 1. 型破りで奔放な芸風。 2. お笑いだけじゃない多方面での活躍。 3. ピンでも年を重ねても挑戦する姿勢。それでは成功ストーリーを追っていきましょう。1980年、帝京高校の同級生である石橋、木梨によりコンビ結成。スポーツの名門であった帝京高校の野球部とサッカー部だった石橋と木梨は、高校生の頃からモノマネやギャグで周囲にいる仲間を楽しませる明るいキャラクターの持ち主だった。二人は高明&憲武というコンビ名で日本テレビのお笑いスター誕生に初登場。以後トンネルズに改名し、お笑いスター誕生で10週合格のグランプリを獲得、若手大注目のお笑い芸人となった。その後デビューしてからはなりふり構わない芸能人らしくない芸風で人気を博す。当時の若者に人気のあったオールナイト富士、夕焼けにゃんにゃんなどに出演し、一般人にも遠慮なく暴言を吐いたり、スタジオの観覧席に飛び込むなど体当たりのパフォーマンスをした。1987年、ネルトン紅クジラ団が始まり、ネルトンブームを起こし、深夜番組ながら視聴率上位常連の大ヒット番組になる。1988年には代表番組トンネルズの皆さんのおかげですが始まり、開始直後から 20% 超えの高視聴率を記録、社会現象になるほどの番組になる。その後も歌を歌ったりドラマに出演するなど、新たなことにもどんどん挑戦し、どんどん知名度と芸能人としての地位を上げていった。テレビ、ラジオ、歌、CM など精力的に活動を続けていったが、1990年代後半からコンビとしての活動が減り、お互いピンでの活動が多くなる。木梨は健三郎&ジョージ山本という演歌ユニットでヒットし、同年の NHK 紅白歌合戦出場を果たす。一方で石橋は1996年に初の単独司会による歌番組歌番がスタート。また1998年には今夜宇宙の片隅で見てドラマ出演を果たした。2018年の3月22日、トンネルズの皆さんのおかげでしたが放送終了を迎える。そして同年、約30年間続いた公式ファンクラブが終了してしまう。しかしトンネルズはここで終わらない。大規模なテレビ出演こそ減ったものの、石橋は得意分野の知識を生かした番組や特番、木梨も番組、ライブ、映画、絵画の個展を主催するなど活躍中。石橋は2020年6月19日に自身の YouTube チャンネル、タカチャンネルズを開設し、2週間足らずで登録者数は50万人超え。長年トンネルズの番組を支えた名物ディレクターのマッコイ斉藤氏とタッグを組んで始めたこのチャンネルは、ノリで何でもやっちゃう番組と地上波ではできない企画を匂わせ、ファンを熱狂させた。大好きな野球についての動画では野球ファンをうならせるほどの知識量と熱量を見せ、タカちゃんのいきなり家庭訪問のコーナーでは阿佐ヶ谷姉妹宅を訪れ、テレビでは絶対に出せない衝撃のラストを持ってくるなど、ファンを大喜びさせた。石橋のような大物芸人がこのようなエンターテインメント性のある YouTube チャンネルを開設し活動するのは初めてで大きな挑戦だった。このチャンネルで石橋は1年やってダメだったら引退するとまで宣言し、背水の陣の覚悟で挑んだチャンネルなのだ。そしてその挑戦は大成功に進んでいる。 YouTuber としての石橋は型破りで奔放なデビュー当時の勢いを見せており、このまま YouTuber としても新たな伝説を生み出すのかもしれない。一方木梨は2019年の12月11日にソロミュージシャンとして音楽活動をスタート。ミュージックステーション、FNS 歌謡祭、A スタジオなど音楽番組からバラエティ番組まで多くの番組に出演して話題に。それもそのはず、木梨の楽曲制作に関わっているのはB'zの松本孝弘、久保田利伸、藤井フミヤ、愛といった一流アーティストばかりなのだ。どうしてこんなにたくさんの人が木梨への協力を惜しまないのか。それは彼の人柄と天才的なセンスにある。
いつもご機嫌でいることができて、一度見ただけで歌やダンスやアートをビシッとこなしてしまう。そんな彼に魅了された多くの人が彼と仕事をしているのだ。相方の石橋も、のりたけは天才、あいつを超える芸人はいないと話している。木梨にとって仕事とは、みんなでワイワイやる遊びの延長線上にある。番組の企画から始まったアーティストとしての創作活動にも力を入れていて、個展を開いたり、様々な分野で楽しそうに活動を続けている。きっとこれからも木梨はこうやっていい意味で遊びながら芸能活動を続けていくのだろう。最近はコンビ20周年を迎え、ポニーキャニオン時代のトンネルズや個々の活動曲を含む全189曲がサブスクで一斉解禁された。最近はソロでの活躍が目立ち、コンビ活動が減少しているとはいえ、 SNS に2人のツーショットが上げられたり、トンネルズの楽曲が配信されたりしているので、またコンビで活動を再開することもあるのかもしれない。個々のファンたちもトンネルズという伝説のコンビでの活動を待ちわびている。さて、あなたはトンネルズから何を学びましたか？よかった、勉強になったという方はいいねと一言コメントをお願いします。このチャンネルでは、あなたの人生の成功のヒントになるような有名人や起業家の成功ストーリーと成功の秘訣が何だったのかを独自の視点で紹介していきます。チャンネル登録していただいた方には、他の成功ストーリーもお届けしますので、チャンネル登録をお願いします。それではまた成功の架け橋で。